皆さんこんにちは。さあ今日はですね、ちょっとオープニングからだいぶ気合が入りましたが、なんとですね、うちのチャンネルでは前からちょっとレビューしたいなっていうものをね、レビューできることになりました。本日紹介するのはサイオニクスオーロラプロです。こちらの商品ですが、阪神交易様よりレンタルさせていただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、このサイオニクス、オーロラっていう、こうナイトビジョンって言われる暗視装置ですね。かつてね、うちのチャンネルの方でこの画面の右上にカードを貼っておきますが、ナイトビジョンね、紹介したことがあるんですが、それとはもう一線を画すね、すごい高性能な、暗視装置ナイトビジョンとなります。もうパッケージからしてすごいですよね。いかにもこうミリタリーチックなハードシェル型のケースに入っていますが、中を開けるとこんな感じです。どうですか、めちゃくちゃかっこよくないですかね。まずはこちらナイトビジョン本体と、これがストラップですね。そして、これがね、充電とかデータ転送を行うための、マイクロ USB のケーブルと、あとこちらは、SD カードとね、これマイクロ SD ね、付属していました。で、こちらね、替えのバッテリーですね。で、このバッテリーなんですが、どうやらですね、富士フィルムの NP50 というね、バッテリーと互換性がね、あるそうです。まあ、今回はちょっと使いませんけどもね、こういった互換性があるのも、まあ、なかなかね、いいんじゃないでしょうか。まあ、今回箱に入っているのはね、これだけですね。いや、この箱が本当にね、濃いですよね。この、ね、油圧用のバルブがついてたりとね、すごくこういかつい感じでいいかと思います。こちらがオーロラプロ本体の外観となっています。どうですか、これもまたね、いかにもナイトビジョンっていう感じでかっこいいですよね。どっちかっていうと単眼タイプのね、ナイトビジョンに近いかと思います。本体の底面の方にはね、ネジ穴も切ってあるので、まあ、ここに三脚とか取り付けることもできますし、まあ、うちのチャンネルならね、この三脚穴を使ってね、ちょっとあることにもね、挑戦したいかなと思っています。まあ、これは後からまた説明しますね。で、本体のこの横の側面の方にはマイクロ USB のね、ポートがありまして、ここから充電やね、データ転送を行うことができます。で、これバッテリーなんですけど、非常に面白くて、こちら下の方にね、このなんか引っ張るノッチがあって、このノッチを引っ張りながら、このファインダーをグッと引っ張るとパコッとこんな風にね、外すことができます。ちょっとこの設計面白いですよね。ここにバッテリーとね、マイクロ SD を入れることになります。さっき取り外しちゃいましたが、これがね、液晶兼ビューファインダーになっています。このね、オーロラプロ、昨今売ってるね、アクションカムですとかそういったのと違って、モニターするためのこうものがないんですよね。なので基本的にこれをこう覗くような形で、見ることになります。で、じゃあその録画中の映像とかどうやって見るのかなって思ったんですが、これね、スマートフォンと連携して、スマホ経由で映像をリアルタイムでね、受信することができるので、スマホをモニター代わりにするっていう使い方になるみたいです。本体側面にはダイヤルがあって、動画やね、静止画、他にも各種設定だと、まあ、ここで全部切り替えることができます。上の方には録画開始のボタンや、このね、モード選択のスイッチなどがあります。で、これね、オーロラ、プロって書いてるんですが、このプロバージョンは GPS のね、どうやらものがついてて、録画した映像とかの位置とかを記録できるみたいです。で、これ本体のね、この正面の方には、これ切り替えダイヤルがあって、一番暗視の強いナイトモード、1段階劣るけども、カラーではっきり見えるトワイライトモード、そして日中使うデイモードとなっています。まあ、基本的にはこのカメラ暗視装置ということで、夜を特化したカメラなので、あんまりね、デイモードは使わないかと思います。基本的にトワイライトかこのナイトモードをね、使うのがまあいいんじゃないでしょうか。で、この本体の正面の方にはこれフォーカスリングですね。はい、ピント合わせるためのリングがついています。このカメラですね、単焦点のカメラなので、基本的にこのフォーカスのリングをいじってこうボケない距離っていうんですか、はっきり見える距離を自分で、ね、調整してあげる必要があります。なのでね、最近のオートフォーカスとかのカメラとはちょっと使い方がね、異なるかと思います。で、本体の正面のレンズが、こんな感じですね。ここをね、調整すると絞りがこう動いて、どうやらこれでね、光の量を調整してるみたいですね。さあ次はですね、ちょっと最近流行りのね、こういった小型カメラを並べてみました。左から DJI ポケット2、GoPro Hero 9、そしてサイオニクスオーロラプロと なっております。まあ、GoPro の方はケージつけてるんで、ちょっと本体大きくなってます。サイズ感はだいたい GoPro とこの DJI ポケット2の間って感じですね。重さに関してなんですが、そうですね、重さはですね、この GoPro に一番近いかと思います。本体の質感なんですが、全体的にプラスチックではあるんですが、全くね、安っぽさはなくてですね、このツヤ消しのマットなブラックな感じが、まあ、いかにもこういったミリタリー感をね、出しててすごくかっこいいかと思います。で、映像に関してなんですが、このね、DJI ポケット2や GoPro Hero 9はもう 4K の 60fps
FPS で撮ることができるんですが、このサイオニクスオーロラプロだけは、HD 画質なので、ちょっとねそういったところはこう2段階3段階ね、あの画質ってものは落ちてしまうんですが、その代わりこのねオーロラプロ ISO 感度が最大80万超えってで、ちょっとおかしい数字がね出ていますね。あの今僕が使っているミラーレスカメラでも ISO 感度が3万ちょっとしかないですし、あともっとね、プロ用のフルサイズ機って言われるカメラも ISO 感度は40万あればすごいって言われてるんですが、このオーロラプロは ISO 感度80万超えというねすごい暗所性能なので、ぜひねこのあたりもちょっとこれからね詳しく見ていきたいかなと思っています。さあそれではちょっと電源入れてね、これどんな風に映るか、このカメラ越しで少しね撮れるかどうかやってみましょうか。はい、一応これねファインダー越しなんでちょっとね、はい、おかしなことになってるんですが、こんな感じでね、ファインダー覗くと見ることができます。そして本体設定も、大体ね日本語、全てね対応しているので、操作とかはねあの特に迷わないかと思います。あ、ちょっとピントがおかしいですね。はい、ちょっとねこのカメラ越しなんで表示がおかしいですが、こんな感じでねあの横のラインを表示させたいですとか、他にもあのクロスヘアっていってこう銃の照準みたいな線も作ることができるので、あのちょっと改造をしてこういったところにねあのピカティニーレールとかつければ、こう銃にマウントさせることもできそうですね。なのでサバイバルゲームとかねこういった用途にも、使えそうです。ちょっと部屋の中今ね電気消してスマホ経由でちょっとねこれ使ってみましょうか。はい、今ねスマートフォンのアプリに接続してリアルタイムでね、映像を表示させています。どうでしょうか、ラグはほとんどね、ないですね。でスマホ経由からの方がね設定はすごくやりやすいですね。左からこれ露出のコントロールですね、-1.7 から+2.0 まで調整できます。で、電子手ブレ補正もついているので、これオンにすると若干画角がね、狭まってしまいますが、結構ねあの細かい揺れは吸収してくれるので、これはオンの方がいいと思います。で HDR もありまして、これをオンにすると暗いところのね明るいところの明暗差をうまく調整してくれるので、これオフにするとこう真っ暗いバックでも、オンにするとこのねバックの柄とかが出てくるので非常に見やすくなります。そして次解像度なんですが、これさっきも言ったんですが、昨今のねカメラでの中では、まあ、ちょっと控えめなね 360p とあとね 720p の2つしかねありません。なので、まあ、ちょっとそこはねあのこのカメラの弱点かなと思います。そしてフレームレートは、7.5fps から60fps、 一応これスローモーションでも撮れるみたいなんですが、基本的にこれ 30fps でね使うのが、はい、いいかと思います。そして、サイオニクスオーロラプロだけはねこちら見てください。GPS がついているので、この自分のね向いてる位置ですとか、その座標とかが、画面内に表示されます。さあそして今壁にかかったねこのバックパックを映していますが、どうでしょうか、すごいこれ明るいですよね。で今ですね、はい、 GoPro で同時に撮った映像を見てもらってますが、どうでしょうか、これはもう明らかに違いますよね。このオーロラプロの暗所性能がね発揮されていると思います。でこれはトワイライトモードといって、本当に一番ねあの明るく映るモードが一段階劣るモードですね。じゃあこれからさらによいしょっと強い暗所特化のモードにしてみますか。これがねナイトモードになります。ナイトモードだとまた色味がちょっと変わりますよね。でナイトモードの時だけここにね、何か月のマークが出てますが、これをタップすると、はい、色を変更できます。モノクロとあとグリーンですね。さあいかにもこうナイトビジョンっぽい色ですね。そしてはいカラーと3種類選べますね。暗視装置でカラーが選べるってこれすごいですよね。僕、まあ、一応そういうミリタリー関係の中ではね最近そういうカラーナイトビジョンってものが出てきたんですが、民間で買える中でこんな風に多機能なものはねほとんどないですね。はい、まあ、部屋の中でもねこれだけ明るいわけですから、外に持ってったらどんなものかねちょっと気になってきましたよね。なので早速ですね、このねオーロラプロを持って DJI ポケット2とかね GoPro も一緒に持って、どのくらいね暗所が強いのか、ちょっと見ていきましょうか。はい、ということでね外にやってきました。ここはですねちょっと人気のいない公園なんですけども、街灯もねほとんどなくて、まあかろうじてね後ろにね1個か2個あるくらいのね場所でやっておりますがね、はい、どうでしょうか。でまずはねα6600 なんですが、あこっちはすごいですね。で ISO 感度は最高の32000にしています。でレンズはねシグマの、ね、F1.4 のやつなんで、開放にして、30fps でね録画していますが、どうでしょうか、まあ、綺麗には映ってないですが、はっきりと僕の顔は認識、してますね。はい、で次隣なんですが、こちら GoPro ですがね、どうでしょうか。
GoPro の方は多分ねもう何も映ってねないと思います。かろうじてなんか人間がね見えてるかなっていう感じなんですが、はい、どうですかね。そして最後、サイオニクスオーロラプロなんですが、こちらねあのタブレットの方で今確認しながら見てるんですが、こっちはねバッチリ撮れてますね。はい、ちょっと画面がフリーズねしてしまいましたけども、はい、これはですねトワイライトモードで撮っているんですが、それでもねあしっかりね僕の姿は捉えてますね。はい、どうでしょうか。一応ねこれね、ピントを一番無限の方に合わせてるんで、僕の体はちょっとピンボケでしちゃってますけども、はい、背景とかもねあの後ろのこの木の感じとかもしっかりね撮れてるかと思います。ちなみにこれトワイライトモードなんでもう1段階で明るくできます。はい、ではですねこれ1段階上げてみましょうか。さあということでね、サイオニクスオーロラプロの方はさらにもう1段階明るいモードにね、してみましたがどうでしょうか。こちら本当にカラーナイトビジョンということで、ちょっとねあの色とかはおかしいんですけどもね、まあカラーでここまで明るくね映せるってのはすごいですね。さすがはねあの ISO 感度が80万ですか、そのくらいあるカメラってね、感じがします。もうね後ろもはっきり見えますしね、なんだったら今ね今日空天気、すごくいいんでね、あの夜空とかもね撮ってみたいですよね。はい、でまあ相変わらずα6600 の方は、まあ、しっかりね綺麗に映ってますね。で GoPro の方はもうほとんど何もね映ってないと思います。はい、これがねサイオニクスオーロラプロの、暗所性能となっています。次はですねちょっとこのオーロラプロだけちょっと今使ってね、今ね空すごい天気がいいんでねどんな夜空が撮れるか、これね見てみようかと思います。さあ今ねオーロラプロ単体に切り替えました。こっから徐々に上にぐーっと上げていってで、空のね方に向けていきますが、はい、どうでしょうか。うわすごいですね、綺麗にね星の夜空がね見えます。これ皆さんにはねどう見えてるでしょうか。ちょっと僕はねこのタブレット経由なんであんまりねこう分かりづらいかもしれないんですけども、おそらくこのね画面からはねこの星の点々が非常にね、綺麗に映ってるかと思います。はい、これがねサイオニクスオーロラプロで撮った、夜のね空の映像です。ほとんど周りにはね明かりはありませんが、暗い夜空にね、綺麗に星が出てますね。ちょっと街の方向にねカメラ向けてみましょうか。はい、街の方向に向けると、こんな感じです。ちょっと三脚片手にタブレット片手でやってるんで操作がおぼつかないですが、はい、今ぐーっとねパンをしていますが、はい、皆さんにはねどう見えてるでしょうか。このタブレット越しからはね本当にもう昼間のように、このね、この公園が見えてるかと思います。もうここまで行くとちょっとね白飛び、しちゃいますね。向こうに街灯が1個あるのが見えるでしょうか。その光がねはっきりと、映ってるかと思います。ぐーっともう1回パンして、はい、これがね夜の街の様子です。さあもう一回ねトワイライトモードに切り替えました。まあ、やっぱりこっちの方が色味としては自然ですね。はい、ちょっとぐーっとね画面を横の方に向けてみましょうか。すいません、本当にねこれ今すごいむちゃくちゃな体勢でやってるんでね、なかなかね、ちょっとこう皆さんにクリアな映像をねお届けしづらいかと思うんですが、はい、こんな感じでねなっています。うん、暗所性能はやっぱりナイトモードが一番ですが、見やすさ的に言えば、トワイライトモードですね。もう正直この街とかのこの公園、夜中の公園ですね、それくらいであればもうこのトワイライトモード1個で全然、大丈夫かと思います。はい、いや本当それにしてもこの夜がねここまで綺麗に見えるっていうのは本当にねすごいです。音とすごいですよね。もうちょっとこれでね上見てみましょうか。あ、トワイライトモードだったらちょっとねこの星空はねよく見えませんね。これ録画中はねモード切り替えられないんで、まあ、1回モードをねまた元に戻す必要がありますが、さあもう1回ねナイトモードにして色をね緑にしてみましたがどうでしょうか。こっちの方がやっぱり暗視装置っぽい感じはしますね。ただやっぱりせっかくカラーなんですからね、あのこれカラーナイトビジョンで見た方が、まあ、全体的にねものは見やすいかと思います。まあ、単色の方が夜とかね目が疲れにくいってところもあるんですがどうでしょうか。試しに夜の状態で今ね空撮ってますけども、あ、やっぱちょっと分かりづらいですね。うん、こうナイトモードもねできるだけカラーで見た方が星空ですとかねこういったものはねはっきり映るかと思います。まあ、とりあえずそういう機能があるよって程度ですね。はい、ということでね家に戻って僕もね映像を確認ねしてみました。いや本当
とね、この暗所性能っていうものに関してはこの、カラーナイトビジョンっていう、ね、名前の通り本当暗視装置のようにね、綺麗に撮れていました。まあ綺麗に撮れたっていうかはっきり何が映ってるかが分かるって感じなんですね。決してこう高解像感があるとかそういったところはちょっと厳しいところではあるんですが、何が映ってるかっていうところをね、撮るんであればこのねサイオニクスオーロラプロもう本当にね使ってて楽しいカメラですね。そう、決してね高画質高音質っていうのはちょっと厳しいところではあるんですが、もう使っててね楽しいんですよ、もう昨今のねアクションカム GoPro もそうですし DJI ポケット2とかもそうなんですが、もうある程度手ぶれ補正とか画質とかっていうところはもう極まってるところあるじゃないですか。まあまだまだね 4K なんで 5K、6K とかってそういうね、より高解像感とかっていうねカメラ出ると思うんですけども、この夜をね撮る暗証を撮るっていうことだけに特化したこのねオーロラプロって本当にね面白いガジェットですね。そう、カメラっていうよりかもどっちかというとデジタルガジェットに近い感じがします。そしてこのナイトモードでね使った時の夜空の星ですか、あれとかがこう綺麗にね見えるところとかもすごい面白いですよね。で暗視装置ですけどもカラーで見えるっていうねこの面白さ、もうぜひね皆さんこうアウトドアとかあと釣りが好きな方とかね、まあ、あとそういう災害、まあ、あと災害用に使うのはどうか分かんないですけども、そういったねその外で使うアクティビティにぜひねこれを、加えてほしいなって思います。もう一度ねこうキャンプとかやってる方でしたらね夜にね、まあ、もちろんある程度安全な場所でこれをねこう覗いてこういろんなところをね見回してほしいです。本当にね楽しいですね。そして夜釣りとかね やる方でしたら夜とかにおそらくね、釣りする方多いと思うので、これ三脚のねネジ穴切ってあるんで釣り場とかにこれをね固定して、で映像を撮影してで、スマホのアプリとかでねこの画像や動画転送して、まあ、すぐ SNS に上げたりっていう使い方もできますので、もうね外でこう活動する方、アウトドアとかをねされてる方っていうのはもうほんとこのねサイオニクス、オーロラおすすめです。ただ使っててやっぱちょっとんって思ったところもね、まあ、いくつかありまして、さっきも言ったんですけども、やっぱ画質ですよね。昨今のカメラにしては、まあ、できればフル HD くらいはね撮れるようにしてほしかったなっていうのと、あとまあ音質ですね、まあ、確かにマイクはついてるんですが、まあ、音は撮れるっちゃ撮れますけども、ちょっと風切り音とかも相談に入ってしまうので、もしねこの音質とかにこだわる方でしたら僕が使ってるみたいなリニア PCM レコーダー、これで別途音を取って、まあ、編集でガチャッと合わせるって使い方がまあいいかと思います。あとはこのフォーカスとかねこういったところも全部マニュアルなので、少しねこうピーキーなねところってかあまりにもこうなんていうんですかね、まあ、難しいっていうかね運用上ちょっと難しいかなってところも、あるんですよ。あといくらナイトビジョンといっても本当に光がないところとかで使うと、まあどうしてもね、このノイズっていうんですかね、こうチラチラチラっていうノイズがね壮大に出てしまうことがあったので、その本格的ななんていうんですね、まあ、軍隊とか警察で使っているようなナイトビジョンと全く同じに使えるかっていうとちょっとそれはね違う感じがしますね。はい、全く光がないところではやっぱ赤外線とかの補助光ですか、そういったものが必要になります。なんでPVS14 みたいな本当のねナイトビジョンっていう使い方はちょっとできないですけども、まあ、例えばサバイバルゲームとかねそういったものであれば全然ねこれで使って楽しい、ものだと思います。ちなみにこれね本体の設定で十字のレティクルとかもこれね、画面の中に映すことができるので、本当ねちょっと改造してこの底面とかにピカティニーレールですか、こういったものをつけて、まあ、そうですねドットサイトの後ろとかにつけてね、まあ、トランジションで使うもよしね、本当にこうナイトビジョン代わりの、スコープで使うってこともおそらくできると思います。まあもちろんそれは公式の使い方ではないので、まあ、100% できるとは言い切れませんけども、まあ、そういったねそのまあ、サバゲーとかでもこれはね活用できるかと思います。本当ナイトビジョンってことで使えるかっていうと、まあ、ちょっとそれはね難しかったです。さあということでね、今回はこのサイオニクスオーロラプロについて、レビューしてみました。アウトドアとかね釣りする方ですとかサバイバルゲームする方でしたらもう本当にね、手放しておすすめできるほど面白いガジェットなのでぜひね検討してみてください。そうそう、うちのチャンネルはですねちなみに、ジンバルとかをね扱っています。そうジンバルをね扱ってるということははいこちら
サイオニックスオーロラもね、もちろんジンバルに搭載することができました。で、このねジンバルを使ったこのオーロラプロについてのね話っていうのは次回やっていきますので、ぜひね合わせてご覧になってください。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですねこんな感じで面白いデジタルガジェットありましたら、どんどん紹介していきますのでチャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。次回はね、これを使ったこうジンバルのね、運用とかもやりますので、ぜひ見てください。